ですよ、まだちょっとやれてなくて。私は未来からやってきた。未来？ロボット。ロボット？ A2117 お前たち、ここから立ち去れ。え、なんでですか？なんでコロコロちゃんの撮影してるの？撮影中ですよ。私はクジガシャポンの激レア未来を全て未来に持って帰るためにやってきたんだ。ダメ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 ですよ。ダメ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 。分かりました。じゃあ大当たりと大吉ゲットチャンスで2回メダルをゲットするチャンスがあるので、どっちが多くメダルをゲットできるか勝負しましょう。勝負しましょう。多い方が全部のメダルを持っていくってことですか。カー君と K2117 で勝負ってことね。勝負。いいだろう、その勝負受けて立つぜ。2017年のメダルは僕が守る。現在好評稼働中の妖怪トレトレトレジャー第3弾では、大当たりを出すと無料で手に入る妖怪トレジャーレジェンドメダルと、大吉ゲットチャンスが発生したら200円で手に入る妖怪トレジャー大吉メダルが全種リニューアル。はい、じゃあ先行は私だ。 K217 言いにくいですね。 K217 K 点でくれ。 K でいいですか。 K でくれ。エントリーに使うメダルはこれだ。おわー、シルバー。発売中の妖怪トレジャーメダルガシャポン03でエントリーすると大当たりが約2倍以上に。よし、遺跡発見。遺跡発見。なんだ今回挑戦の遺跡は。新しい、新しいっすよ、ステージ。ああ、これが帝国ゾーン。さすが攻略メダル。こっちも攻略メダル使ってる。攻略メダル使うと大当たり確率2倍以上になるからね、みんな。1枚目のメダルをスキャンしてください。お、肝臓。お、来た。天ぷらの容器入ってる。これで天ぷらの容器入ってる。容器でまたね、揚力ゲットだからもっと当たりやすくなるからね、みんな。やばいな。あ、大吉の容器、またさらに揚力が増える。いくぞ。さあ、さらに、さらに、これ以上いくね。まだ読み込むの。いくぞ。宝箱オープン。アイテムゲットだ。近見たところです。3人で行く。今日のサポに行こう。コマさん、コマジロです。ブリッジ。最終的にコマジロレッスンにするってことですね。あ、すごい。2020ってもうゲージがいっぱいになってる。いやでもちょっと、ケージもちょっと死ぬ。すごい。えーな、負けて。みんなにメダルを出したよ。強くに勝つ。赤鬼だっけ。全部じゃない。赤鬼追いついて。ケージ追いついて。ケージ追いついて。うん、そんな。抽選だ。抽選。そうだ。黄金のガシャポンで。私は。でも普段全部メダル持って帰るのつらいな。私が全てのメダルを持って帰る。めっちゃ増えてる。ゲットしたコインの数だけ上がる。16だろ。やばい。やばい。行け。あと1当たり。頼むよ。よし。今回から演出が変わって、ミサスコントも出てくるんだよ。これね、そう、抽選の後にまたもう一つ抽選があって、これが、そう、外れちゃうと。あダメ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 。やったー。ゲット。やったー。楽勝楽勝。大
第3弾稼働中は大吉ゲットチャンスの発生確率が全体比 120% に。みんなもこのチャンスを見逃すな。しゃあ、どう来たぜ。ないかないかな、キラ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 輝いてる、すげえ光吉だ。やったぜやったぜ、嬉しいよこれ、光り輝いている。じゃあ K の記録はメダル1枚ゲットね。ゲットゲット、イエーイ。はい、じゃあということで次は僕の番でーす。動き合わせ、頼むよ。お願い、スタートスタート。あっ、あっ、あまずは逃げ切らないとね。来たね、さっきカーテンが空気たくさんね、解放してね、そう、解放したから。やだやだ、いけ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 、中あたりだったからカープが大当たりを出せば K と一緒になるから、未来の感じが。よし、見える見える、未来が見えるぞ。600でも K と一緒だから大当たり増える、未来が見える。いいねいいね、はい、何が出ますか。よし、お願い、もう本当にやった。祈って祈って、ほんまにみんなも祈って、頼む。やった、エクストップ、危ねえな。え、中ちょっと待って待って待って、メダル気になる、メダル気になる。2個目のメダルもゲットしました。まず1枚目のメダル、こちらです。じゃじゃーん、コーキングレッドでーす。そして2枚目、これがカクの力だ、大口。一番すごいのじゃん、一番すごいよね、これ一番すごいよ、コーキングレッドって大口。やばい、これね、みんなくじガシャポンで遊んでもメダル全部持っていかれなくて済むね。よかった、黙え、ミロケどうだ。しゃー、負けてしまった。対決はカー君の勝ちですよ。やったー、メダルは守り切りました。どうだどうだ、私の完全なる負けだ。そうだよそうだよそうだよ、負けた代わりに君たちに一つ未来のことを教えてあげよう。え、未来のこと、未来のこと、未来のこと教えてくれるの。え、分かっちゃうの。え、これをどうなるの。これを見ろ、はっ。変わった。え、なになになに、これ04 04。これは来月12月発売予定の妖怪トレジャーメダルガシャポン04だ。すごい、初めて見た。まさに未来じゃん。この中にはなんと特別なメダルが入っている。特別なメダル、なになになに、え、なになに、何が出てくるの。これだ、見ろ。そう、おぉ、やばい、福吉メダルだ。すげぇ、すごい、超レアってことでしょ。そうだ、この超レアな福吉メダルが数量限定でこのガシャポンゼロの中から出現する。数量限定、やばい。そうだ、しかもしかもこの福吉メダルを、やばいよこれ、妖怪トレトレトレちゃんに使うと、なんと、なになになに、大吉ゲットチャンスが確定する。
え、 100% ってこと？そういうことだ。すごーい。マジで超スペシャルなメダルなんだ、これは。めっちゃ欲しい。服を呼ぶんだ。そう、そう、服を呼ぶ。だから福祉メダル。すげえ。これを君に託す。え、君たち、これをみんなに伝えてくれ。ケイ？え、ありがとう。私は未来に帰る。嘘、帰っちゃうの？じゃあな。え、待って、ケイ、待って、まだまだ話したいことがいっぱいあるのに。ケイ、本当に行っちゃったの？もしかしたらいいやつだったかもしれないですね。また来る。